こんにちは、ダイスです。今回は燕市にある田んぼアートを見に行こうと思います。初めて見るのですごく楽しみです。いいね。うん、バイクで行こうと思ったけどはい、今日で終わりっていうのと、うん、そうなんですよね、うん、連日バイクに乗りすぎて、はい汗がね、ジャケットが臭い、もう耐えられないレベルになってしまったっていうことで、はい、今お洗濯中なのでプロテクター乾くまではね、そうですね、ちょっとお休みですまあまあ、なんつうんだろう、しょうがないよね。しょうがないです。なのでドライブしながら、うん、見に行こうと思いますそう、それでまあ最近さ、うん、ダイスさん田んぼばっかやってるよ。いや、なんかこの時期好きなんだよねこの時期好きなんですよ。まあ緑でなってて、そう、綺麗なのと、あとこれが秋になると美味しいお米になるから楽しみだな、新米って思って秋にかけてはまた色が変わるから。そうなんですよね、緑の段階っていうのは今だけ。そう、今だけなんで、うん、まあそれもひっくるめてね、なんか数が多くなってるよね。はい、すいませんまあまあやっていきましょう。はい、はい、現地着くのが楽しみですね。楽しみです。はい、レコードさん、え、車涼しい、静かいや、あのバイクと車のいいところよく分かれますねバイクにはいいところがあって、車にもいいところがあるね。バイクはね、ちょっとね、うん、暑い。暑いね。耐えられないわけじゃないけど、うん、この快適さを知ってしまうとそうなんですよね、うん、あのバイクは運転する楽しみもあるから何とも言えないけど、うん、運転するのも楽しいし、両方いいところはあるよね。そう、あの、うん、なんていうの、匂いとかね、うん、景色をこう、なんていうの、車の中で見ている景色と走りながらね、うん、バイクで走ってる時に見てる景色は同じだけど、やっぱ感覚が違うからすごく楽しいんだよね。多分苦労するから、あの、感動するそうそうそうありそうありそうだね、それはね、わかる、うん、そのすごく楽しいんですけど、あの、暑いんだよね暑いね暑いんだよね。まあ車もね、うん、快適だからいいやっていうわけじゃないんだけど。そうなんです、久しぶりにありがたみを実感するねそうだねそうですよね、私なんて、うん、あの、座ってるだけですから そうね、そういう違いもありますね着きました。到着しました。すごいありましたね、うん、これが見学台です。で、これが今日まで、で、明日には終わっちゃうので、はい、行こう、上がってみようと思います。なんかすごそうだよ、上がらないで見るとすごいよ。あ、じゃあ下から先に見る、下から見よう。すごい、ちょっと行ってみよう。うわー、ほら色違う、すごい、ありました、こんな感じ。あ、色違うの分かるんだよね、あそこ。いつも色違う。すごっ、全部色違う。緑じゃないところがある。上上がってみよう。上がってみます。では、見学台に上がってみます。揺らさないで、この揺らしてないわ、上がってるだけで揺らんじゃん、揺らんじゃん、揺らんじゃん、あ、着いた。さあ、どんな感じ。すごい、やばい、見て
市はですね、あの虹なんですよね。雲があって虹。これすごい。すごいね。うん。色はね、5種類の苗、5色でらしいです。あ、でもよく見ると色違うよ。うん。うわー、わかる。白、黄色。あとね、赤と黒みたいなやつの色らしいです。これ下から見てもわかりますね。色が違うから。色が違うのは分かったけど。うん。すごいや。すごい。へえ。語彙力ない。語彙力ないよね。わかる。でも緑の中にこれがパッて出たらびっくりする。こんなに違うんだね。うん。じゃあの普通のところっていうんですか、縦のとこは機械植えだね。これ全部機械なのかな、植えてたのも。なんかラインが綺麗だから苗変えて田植え機な気がしますね。すごいね、びっくりしちゃった、感動だね。田んぼアートなんですけど、今年14年目で今までのもすごいあのイラストっていうんですか、アートになってたんですけど、今年のねこの虹は左右対称じゃないっていうのもこう作り込みですね。本当にすごい綺麗。めちゃくちゃ綺麗でした。楽しかったです。綺麗で、いや、いいもの見れました。すごい。コードさん喉乾いた。自動販売機ある。熱い。はい、回ってね。はい、飲み物、飲み物書いて直接まっすぐ行こうとしてしまったんですけど、入り口ね、おもき水とかしてる。夏だね。よいしょ。いや、お、コカコーラ。コカコーラあるよ。何にする？コーラだよ。コカコーラね、分かった。コカコーラ全部一緒だもんね。一緒コーラで。はい、コードさんコーラ。はい、はい、え、私スプライトがいい。勝ち。いや、ほら、勝てました。ほら、あ、交代しますね。はい、ありがとう。よかった。
暑い。とりあえず飲もう。はい。あ、あ、おいしい。うわ、シュワシュワ。これあれですね、飲めますね。炭酸水にしてよかった。おいしい。今回は燕市の田んぼアート見に来ました。すごく綺麗でした。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやってます。概要欄の URL か大チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。See you!